もう本当の突撃でございます。今回の動画は作戦つけてると、やっちゃい日産みたいな、すごいですね。もう酒のつまみしか入ってないんで。あー、もう今夜は週ですからね、くしみ祭りだから、はい、どうもこんにちは、なめっかじチャンネル。今日はオフ会来ております。隣のキャンピングカーグラスを片手にどうなってんのということで、大丈夫でしょうか、りょうちゃん。ちょっとあのグラスを持っていただけると、もう本当の突撃でございます。今回の動画は、こんにちは、吉川と申します。よろしくお願いします。タイマーがとても気になっててカメラ回ってますけど、はい、突撃しても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。顔も出ても大丈夫です。全然大丈夫。あ、お名前は。あ、私ですか、はい、西って言います。あ、西さん、はい、はい、今回の動画はですね、こちらのタイマー、あ、キャンピングカー、はい、僕も入ってます。よろしくお願いします。俺たちおっさん族のとても仲良くさせていただいております。こちらは、ナンバーも映っちゃって大丈夫ですか。大丈夫です、はい、タイマーこちらはもう3台目とか、これまでにキャビングカーは、はい、これで3台目ですね。3台乗ってます日産、はい、それずっとハイマーで、いや、はい、バンコンに乗ってキャブコンに乗って、はい、フルコンです。はい、うちもう何年くらい、これもう7年になりますね。ピカピカですね。いいいいいい、もう元気ですか。おかげさまで。何万キロくらい。もう10万超えてます。10万超えてもいけるのがキャンピングカーです。はい、早速で外装からちょっと聞きたいんですが、はい、これはベースはフィアットデュカベースデュカトのフルコンになります。はい、あったかい、オムニストーク。これ冷蔵庫ですね。そうです。で、サイドオーニングで、はい、LED、これ後付けですか。あ、自分で自作です。あ、自作でつけてるということです。で、外部電源の整水タンク、はい、があります。で、荷室、はい、これ開けたらいいですよ。開けます。はい、やっぱり広いです、海外の。油圧のダンパーがついてます、はい、バタンってなんない。はい、今ついてるんですよ。うん、ドリアも見習ってほしいね、はい、これ下何ですか。これはあれです、ジェネレーターです。ジェネレーター、発電機を積んでいるということで、はい、これはもうご自身で。いや、もうこれ全てRV ランドで。へえ、すごい。この手はもう電気とか、はい、特にやっぱりもうプロに任せないと、はい、後が怖いんですね。で、後ろがここのララーも最初からそうです、はい、ついていて、バックモニターついていて、これ何ですか。これは神奈川のチーム神奈川なんですよ、はい、あ、チーム香川、チーム香川、チーム香川に日産入りなって言われたんで、はい、俺はここに名を入れてくれたら、はい、じゃあチーム神奈川で入ってあげるよ。なるほど。なるほど。まあ埼玉は絶対入れないですよね。だからチーム香川に名を入れてもらったと、はいはい。あ、これもだからあれです。やるかやらないか、私日産なんで。あ、日産。だからやるかやらないか、やっちゃい日産みたいな。日産。A ちゃんがなんか応援してるように聞こえるっつったら、こういうステッカー作ってくれた人がいたんですよ。CCC 愛がすごいですね、はい、僕も CCC なんで、 CCC メンバーの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、行きましょう。で、こちらも、はい、アクトを引っ張ってください。アクセスがいきます、はい、で、まあ、やっぱこれもいいですね。広いですね。広い、すごいね。ここは何ですか。ここは収納、 LP ガスのボンベの、あ、ここにボンベが入ってるんだ。はい、はい、なんか飛んできましたけど大丈夫ですか。はい、はい、OK です。あ、1本なんですね。はい、ジェネレーターの燃料タンクがここに入っちゃったんですよ。ああ、ここが、はい、20リッター、はい、感じです。これ荷室低めですね。いや、今これね、はい、エアサスで、はいはいはい、この車エアサスで、で、オートレベラーになってるんで、はいはい、だから後ろが下がってるんですよ。今水平になってるんで、うん、だからもうこの高さなんですよ。なるほど。これやるんですね。あ、カヤックやります。カヤック、はい。で、これがジェネレーターのガソリンタンクの、ガソリンコック入れるという、はい、ガソリン入れて、ここがトイレ、トイレです。
て排気口。これはね、もともと LP ガスの FF だったんですよ、はい、だけどこれを私は軽油仕様に変えたので、はい、今こっちなんです。あ、トルマの。いや、2個付けですか今。いや、外しちゃってある LP ガスのやつを撤去しました。あ、だから乗せ替えですね。あ、あ、ここは収納なんです、ね、はい、はい、ありがとうございます。で、ここが燃料。はい。で、これはアドブルーでは入ってない。これね、その前の世代のエンジンなので、はい、アドブルーいらないんです。力強いやつですね。で、ここが、はい、お邪魔してよろしいですか。どうぞどうぞ。本当の突撃キャンピングがどうなってるのでございます。あ、もうグラスその辺ぶん投げといてください。はい。あ、靴脱がないでください。あ、靴のままで。靴のままです、無事。え、そうなの。はい、ヨーロピアンです。下駄箱ないんで大丈夫です。僕この店でうんこ踏んだことないんで大丈夫です。お邪魔します。どうぞどうぞ。はい、お好きに。綺麗な感じで、はい、もう入ってすぐ左側がキッチン、テレビで、あ、もう入ってきていただいていいですか。このコントロールパネルがなんかすごいですね。まあメインパネが、はい、はい、この辺で全部分かるぞみたいな。あ、排水、はい、給水、給水、はい、でサブバッテリーと、こっちが前がメインバッテリーですね。はいはいはい、これ分かりやすいですね。はい、でマルチコントロールですね。これ FF のやつですね。そうです、はい、でこれがグレータンク、ポチってやると出てくる感じですか。あ、これはあれです、ウォーターポンプです。ああ、はい、はい、このスイッチは何ですか。あ、それはあれです、衛星です。衛星のアンテナです。衛星のアンテナ、 BS の。急に NASA になりましたけど。あ、そういう感じじゃないですね。はい、はい、でこれがファンが、マックスファン的なものが常に回っていて、 でフルコンなんで運転席、助手席を倒して下げるタイプ。フルダウンで。フルダウンで、はい、でこれ回転する感じですよね。はい、で顔面はもうフィアットベースなんで、はい、はい、でフルコンなんでちょっとも広くなっております。いろいろついてますね。配線がすごい。あ、すいません。もうスピーカーが BOSE で聞いて、いい音で聞いてみたいな。この辺の、あ、ここにもバッテリーの、これがメインのバッテリーで、こっちがサブのバッテリーの充電圧をここで管理してます。見て、はい、もう完全ベテラン感じゃないですか。いやいやいや、はい、で、これはもう家族で結構移動されてる。いや、私今独身なので、はい、もうかみさんちょっと乳がんでなくしたからですね、はい、10年ぐらい前に。だからもう今は私一人と、はい、あともう子供たちがついてこないので。はい、兄さん、僕がついていきます。よろしくお願いします。ダメカジチャンネルもよろしくお願いします。今夜は始終です。よろしくお願いします。で、テレビもここについていて、展開して、はい、じゃあもうこういう感じですかね、普段は。ね、回転もさせないで、お一人であれば、はい、で、キッチンが LP ガスでやっていて、はい、まあ、ボイラーもついてるんで、はい、お湯も出ます、はい、で収納が、あのハエマーはなんか家具がすごいんだって。あの東亜さんの営業マンが、ね、僕が自分でキャンピングカー買うなら絶対ハエマーですっていう。おー、デステレフじゃないんですか。いや、もうハエマーは別物なんだよみたいな。家具がすごいんです。これがで全然きしみとかないですもんね。ほぼないですね。もうアトリアはもうきしみ祭りだから。またね、ディスるとね、今度アドリアのね、オーナーさん多いからなんか言われるから。あれだけど、まあ、この辺も収納になっております。あ、で、トイレ使う派ですか。使う派です。 ありがとうございます。僕も使う派です。はい、で、シャワーも一緒になってて、はい、ファンがあるという感じで、もう珍しいですね、こういう扉なんですね。はい、これ面白いのは、はい、この中、はい、これを下ろしています。はい、お風呂使うときは、はい、こうするとトイレ側の家具が濡れないという。おお、すごいですね、はい、考えられてますね。はい、ハエマーさんさすがです。で、これマックスファンももう純正でついてる。いや、これは後付けで、はい、ファンタスティックのベンチレーターをつけてもらったんですよ。私、
2月に北海道とかよく行く人なので、はいはい、積雪の中でマックスファンだと開かないんですよ。あ、上に雪が乗っちゃうと、はいはい、だからこのベンチレーターカバーが上にドンって作り付けで置いてあるタイプだったら、はい、中で開くじゃないですか、はい、で雪にも強いので、はい、だからわざわざこれに変えてもらいました。でこちらが冷蔵庫、はい、あれこれ通道、はい、通道だ、通道です。冷凍庫もあります。あ、広いですね。冷凍庫2段、広いけどよく冷えますよ。アイスクリームチンチンですよ。もうすごいですね。もう酒のつまみしか入ってないっていう、ね、酒とこれが男の一人暮らしです。もう皆さん、もう こっちにもう全部行っちゃったんで。ああ、もう今夜はシューですからね、はい、ホワイトクリームシチュー、はいはい、もう器だけ持ってきます今夜はい。で電子レンジがあって、でこれバッテリーはリチウムか、いや普通の鉛で、鉛の、はい、200アンペアですね。で電子レンジも入って、ここも電窓が、はい、あっ、どうぞ。クローゼットはあります。はい、回してください。はい、僕のクローゼットないんですよ。僕のないです。このサイズ感でクローゼットってありがたいっすね。やっぱりね、そこにちょっとあるだけで、え、なんであるの？長物が、その代わりね、ベッドがちょっと斜めな、ベッドが横向きなんですね。こういう感じです、寝室が。でももう一人であれば十分です。でも本来ここで二人寝る感じなんですかね。ね、中心的には欧米仕様だと、欧米企画だと一人なんです。あ、一人。日本企画だと二人なんです。二人。でこちらも二人で四人、四、はい、人乗車、四人就寝、はい、になっております。でここが下が収納でいいんですかね。ここは、ここは特に開いたりは開かないですけど、そのステップが。あ。なるほど。この下までだ。でこのフックは何ですか。これを、はい、夏にここ置いとくとメスで変形するんで、はい、ここを外してそこにこれつけると、はい、つけてよ。すごいな。温泉で扇風機があると。そうなるほど。1人とか2人旅だとこれも最高じゃないですか。長さは何メーターくらい。6メーター20だからマイクロと一緒です。じゃあアドリアでいうコンパクトですね。サイズのフルコンっていう、はい、うん、最高です。将来買います。ハイマー、いつかはハイマーです。いつかはハイマーで、これがもう7年乗ってるんですもんね。はい、いやすごいな。で10万キロ走ってても全然元気、はい、痛いでありがとう。で僕靴でこう入れるキャンピングカーのオーナーさん初です。ですごい綺麗にされてて、ありがとうございます。まあそこにだからダイソンの、はい、フリーランもあります。掃除機ありましたね。はい。チェック掃除。このドームもなんかすごいっていう日産の。あ、いいえいい。もうでっかいランタンみたいな。オムニストーブって言うんですよ。あ、そうなんですね。6万円ぐらいしますね。いや、4万円。これ安い方なんで、一番下の火力の弱いやつ。57ですよね。よ、57じゃん。と思うんだけどな。57でも今6万円ぐらいしますよ。え、そんなします。はい、すごいかっこいい。この小屋があったかくなるんですよ。はい、でコールマンの、はい、スポーツを振るやつと同じ原理みたいな、はい、あ、そうなんのでかいバランタンみたいなもんね、はい、そうです、そうです。ここでポップアップして、はい、で鍋火かけっぱなしでしたけど大丈夫ですか。あ、大丈夫。一番今縮めてあります、はい、でこれも調理できるんですよ、これ外して。へー、大丈夫ですか。あ、ここね、ここ、はい、あ、ごとになってるの、はい、これ韓国の屋台だとこれがみんな置いてあるっていう。あ、これ韓国製。そう、韓国のね屋台文化から持ってきてるんですよね。そうです、うん、よくご存知で。はい、りょうちゃんも勉強してます。ありがとうございます。いい家、とんでもないです。本当の突撃キャンピングカーどうなってんの。ご参加ありがとうございます。なめけじチャンネル、これからも、はい、よろしくお願いします。私もじゃあチャンネル登録させてもらいます。はい、今日はね、夜、はい、一緒に楽しみましょう。あ、シチュー楽しみでしょうか。、はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。はい、それではね、また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。